いい天気だな。このまま進めばもうすぐ海軍基地の島が見えてきますよ。へえ、コービー、お前すごいな。ちゃんと目的地に着くのか。当たり前です。海に出るものの最低限の能力です。笑ってる場合じゃありませんよ、ルフィさん。そこに捕まってるんです、あの有名な海賊狩り、ロロノア・ゾロが。血に飢えた獣のように賞金首を襲い、切り刻んできた男、人間の姿をした魔獣だと人は言います。大剣豪現る、海賊狩り、ロロノア・ゾロ。だったら悪いやつだから捕まってるんです。あ、うん、うん、うま、あの基地にいるのかな、ゾロってやつ。ここでゾロの名は禁句のようですね。とにかく基地に行ってみよう。お前海兵になるんだろ。でもまだ心の準備が。噂ではこの基地にモーガン大佐って人がいるとか。面白い街だな。妙ですよ。ゾロはともかく、なぜ海軍大佐の名にまで怯えるんでしょうか。僕なんだか不安になってきました。なんかノリで吹っ飛んじゃったんじゃねえか。そんなわけないでしょ。よし、ここだな。どうきたんだ。ここでお別れですね、ルフィさん。短い間でしたが。よっからそって。ああ、ルフィさん、いきなりなんてこと。どこだ魔獣は。こんなとこにいませんよ、きっと奥の独房とか。いた、ゾリー。ほら、あいつ。